第4球はストライク、空振り三振。バッターは2番北条。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーは1。第4球を投げました。三振。最後は伸びのあるストレート。第4球を投げました。外角へズバッと決まって見逃し三振。投球は3球目。投げた、空振り三振、バッターアウト。 第4球を投げた、打った、左中間へ持っていきましたが、これはヒットになった。7番中谷、今日はサードゴロとファーストライナー。第4球を投げた、打った、流し打ち、ファールボール。投げました、打ちました、ボールは。ライナーで右中間へ、ヒット。打球が転がっている。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。 ソロもそこは中間守備を取りました。タッチ、もう一回一塁へ牽制球を送ります。投げました、決まった、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、ストライク。まず、ライト前クリーンヒット。ボールはサードへ。まずは同点。もう一人帰るか。 小川、ここは踏ん張れませんでした。投球は3球目、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第4球は空振り三振、ボール球で。ランナー2人を置いて迎えるバッターは上本。今日はここまで3打数ノーヒット、3三振。さあ、次の投球。 第3球を投げました、ストライク。第4球を投げた。
3球。打ちました。アットバットが折れた。スライディングキャッチ。これでこの回は2番からの好打順。先頭バッターは上田。初球を打ちました。レフト前のヒットになります。勝ち越し。スワローズここはバントに警戒します。勝ち越し。スワローズここはバントに警戒します。勝ち越し。スワローズここはバントに警戒します。打った。これは強烈。入れば勝ち越しだ。さらに見送った。ホームラン。第5号ツーランホームラン。初球を持っていかれました。パンフルズ勝ち越し。3対1。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。次は5球目。打ったに当たりだ。右中間へのフライ。第4球を投げました。打った。ボールはライナーで左中間へ。ヒットになります。3塁ランナーホームイン。パン。第4球を投げた。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。見上げた。ストレートを完璧に捉えられました。打った。痛烈な当たり。クリーンヒット。ボールが転がる。バッターランナー一塁兼パス蹴って二塁へ。中村ツーベースヒット。秋山降板。そして最後を締めるのはドリス。勝てばリーグ優勝という大事なマウンドに上がります。通算100セーブまであと8としています。初球引っ張った。レフトへ飛んだ。ヒット。レフト前ヒットになった。ボールが点々と転がっている。ホームイン。スワローズ点差を2点。ランナーの動きを警戒しています。第5球を投げました。スプリット。ミシン。第1球完全に外れた。ボール。一塁へ牽制球を送り、タッチアウト。ツーアウト。ツーアウトランナーなくなりました。第2球投げました。インハイギリギリ。はい、ストライク。第3球投げました。ニュー。ボール。第4球投げました。アウトコースで外れた。次は5球目。ストライク。さあ次の1球は先ほどだった。次は6球目投げました。打ちました。フラッグアップ上がった。前方掴みました。試合終了。試合終了。パンフルズセリーグのトップに立ちました。歓喜の瞬間です。ついに成し遂げました。素晴らしいドラマを見せてくれました。悲願の地元での胴上げを決めました。歓喜の優勝です。パンフルズ拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事ペナントレースを制したパンフルズ、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。